解は読んでいなかった。一本目後追いを選んだのは失敗だった。これじゃまるで俺が手こずってるみたいじゃねえかよ。それじゃあ2本目。1本目でたっぷり見せてもらったからな。86の戦闘力もドライバーの実力も。俺についてこられるほどのスピードはない。一瞬で終わらせる。早い。早い。すっげーやばい。全然余裕ない。マジでギリギリ。さっきの1本目より確実に速いペースだ。本当についていけるか俺こんなのに。藤原は後追いになるとすごい集中力を出す。初めて体験するような速いペースにでも対応できるセンスがあるんだ。ついていけるはずだ。自分より速い地元のドライバーに引っ張られながら相手の速さを確実に自分のものにしていく。俺のシミュレーション通りに展開すれば東道塾を出し抜ける。頼むぜ藤原、お前のセンスが頼りなんだ。奴の限界のスピードは見切っているはずだ。確実に今それを超えるスピードで走っているんだ。ついてこれるわけがない。なぜそこにいる。怖い。今まで下りがこんなに怖いと思ったことはない。アクセルを抜けばもう終わりだ。楽になるのに。もう一人の俺が絶対に抜くなって言っている。マジかよそれ、うんうん、分かった。第一ヘアピンからの報告だけど全然差がついてないそうだ。どういうことなんだ。問題だぞこりゃ。切れない。1本目に比べて数段速いこのペースについてくる。この2本目藤原がついていければ後半に行くほどこっちに有利な材料がある。それが何だか分かるか。いやさっぱり何のことだか分かんないですけど。圭介は？俺は大体分かってる。え？駆動方式の違いだろ。 FR なら車を加速させるのはリアタイヤの仕事だけど、 FF は突っ込む時も加速する時もフロントタイヤだけを酷使する。ただでさえフロントタイヤに負荷がかかるダウンヒルアタックだ。前輪駆動の EK9 は先にタイヤが苦しく